キューバリブレとは、冷たいタイプのロングドリンクに分類される、ラム酒をベースとするカクテルの一つである。瓶詰めのコーラを用いるカクテルとしては極めて古い、ものの一つ。日本では、英語とスペイン語が混ざって、キューバリブレと呼ばれることもあるほか、英語風に、キューバリバー、スペイン語風に、クーバリブレ、または、クバリブレと呼ばれることもある。香港では、以降キューバリブレの表記を用いる。 なお、キューバリバーと呼ぶ場合に、キューバの川と勘違いしていることがある。第二次キューバ独立戦争の合言葉として使われた、ビバキューバリブレにちなんで作られたカクテル。第二次キューバ独立戦争は1898年4月に、米西戦争となり、アメリカが勝利したことで、スペインはキューバの主権を破棄し、1902年5月20日に、キューバは、 独立して一つの国家としての歴史をスタートする。その独立を祝うために生まれたカクテルがまさしく、キューバ・リブレであった。なお、コカ・コーラの誕生は1886年、瓶詰めとして販売されるようになったのは1894年からで、ある。キューバ・リブレの考案者、発祥は不明であるが、バカルリ・キューバでは、以下のような説を自社のウェブサイトで公開している。 1935年に刊行されたアルバート・スティーブン・スクロケットのカクテルブックザ・オールド・ウォルド・ーフ・アストリア・バー・ブックにはキューバ・リブレが紹介されている。1939年にチャールズ・エイチ・ベイカー・ジュニアが発表したザ・ジェントルマン・エス・コンパニオン・ビーイング・アン・エキゾチック・クッカリー・ド・ドリンキングではアメリカのノースカロライナ州、シアトル、メキシコシティといった広い範囲で キューバリブレが飲まれていることが報告されている。また、アンドリューズシスターズによる1945年発売の曲、ラムとコカ・コーラも、普及の助けとなった。以来、現在に至るまで、有名なロングドリンクの一つとして、世界中で引用されている。カクテル完成時のアルコール度数の調節などのため、しばしばラムは増減される。ステアを行う際、 コーラの炭酸を逃がさないように注意を払う必要がある。ラムが一番先にグラスに注がれるのは比重の関係で自動的に混ざるからという理由もある。写真のようにグラスにライムが飾られる場合もある。キューバリブレのことを単にラムコークやラムコーラと呼ぶこともある。ラムコーラにライムジュースを加えたカクテルがキューバリブレと違いを説明されることもある。 キューバリブレに使用されるコーラは特に指定されていないし、ラムコーラの場合も同様であるが、コークはコカ・コーラの相性なので、ラムコークに使用するコーラはコカ・コーラでなければいけないという人もいる。ありがとうございます。